令和新選組神奈川2区の三好亮と申します。本日は大きな音で本当にお騒がせいたしました。私はこの神奈川の地から日本を変える決意です。神奈川2区といえば菅元総理のお膝元、そういうと勇気よりも無謀だ、そういった揶揄する声もたくさん聞こえてまいります。しかし初めから無理な戦いであるならば、私はこの地から挑戦しようとは思っておりません。神奈川2区では前回選挙に行かなかった4人に1人が選挙に行くことで、この神奈川2区を変えることができるんです。たった4人に1人が選挙に行きさえすれば、この今の自民党の利権政治を終わらせることができます。ぜひ一緒にこの神奈川2区から希望の未来を取り戻していきましょう。本日はどうもありがとうございました。